まあ、今までね皆さんロルとかもご覧いただいてるかと思いますが、はい、特にバロラントにおいてはもう、ああそうだ、大事な大事なことがあった、応援していきますので、そうですよね、これ別に読み上げなきゃいけないとか言われてるわけでも何でもないんだけど、これむしろ俺たちが言われてることなんだけど、あえて、はい、あえて皆さんにも伝えようと思うんですが、まあ、やはりこの VCT のマスターで注目なのはイベント中にチームや選手たちウォッチパーティーの交流が深められる本企画を、本企画を私たちは今後も発展させていただきたいと考えています。で、まあ中略うぬうぬうかんぬんあって、皆さんにも敬意を持って選手たちに接していただき、現地のチームに至らないところがあっても優しい目で見ていきましょうというふうに書かれていますので、問答無用で番していきます。よろしくお願いします。あ、もう最近ね、めんどくさいから A 番してる俺。なんかもう悪意があるコメントはね。いや俺ね最近、いやでもこれもデータがあって、一応いやデータがあってって、まあ、俺調べなんだけど、俺が見てる感じ、そのA 番し始めたきっかけって、一回タイムアウト食らった人たちって、もうタイムアウトが平気になるんだよ。タイムアウトの回数とかも見れるんだけど、データで。そのタイムアウトって10分番で。だからひどい人ってその10分番もう7回されてたりするんだ、4回とか。で10分番がもうなんか意味なくなっちゃってきてるって。さすがにアカウント作り直すみたいな感じになったらめんどくせえかなと思ってそうしてる。手順はたくさん間に挟むとその分人数は減るからね。もうそれかここに来なくなるかどっちか。